セニオの庭です、よろしくお願いします。ジムマットです。石野直人と申します。よろしくお願いします。コモンプレイスの丸山です。よろしくお願いします。ドライダビングの、デザイナーの天本です。よろしくお願いします。もともとはこういったインディゴのこういうタイプなものも入っていったら、まあ、こうなりますよっていう、もともとは同じもんなんですけどね。洗い方とかその方の日常生活に伴って色落ちをしていくものがデニムのいいとこなんで、うん、そこだけ楽しんでもらえたら。2年で結構変わるんですね。そうですね、2年経って、これが大体まあ月に、まあ、ほぼ毎日履いて1回水洗いをしたのを2年間、要は24回水洗いをしている色落ちサンプルになるんですね。癖があって後ろポケットに、はい、あのスマホ入れてるんでちょっとこう穴が開いてますけどね。まあ、それの味なのかなっていう。確かにちょっとダメージっぽくて、ね、はい、いい感じに見えます ね。スマホ入れてるとちょっと当たりがつきますよっていうか、ユージングとしていいのかなと思ってますけどね。シャツもそうですね、これも折り柄で表現してデニムになりますね。30回洗った色落ちサンプルはこちらですね。デニムなんでお擦り用洗剤を使わなくても水で全て私は洗ってますね。シャツの方はどうしても汗かいちゃうんで、やはりその匂ってきたり、それに伴って洗っていると、まあここまで来ますよっていう。やっぱりそのジーパンに比べたらシャツの方が洗う分高いんで、やはりその経年劣化楽しむんだったらシャツの方が面白いのかなと。やっぱりなかなかジーンズって言っても、仕事をされてる方が日常を履けなかったらなかなかエイジリングってもできないんですよね。確かに、まず1本目でジーンズじゃなくてシャツっていうのも手ですね。そうですね、さっき の、はい、その洗剤を使わないところが結構キーポイント、はいはいはい、洗剤を使ってしまうと漂白剤と蛍光剤っていうのは白いものを白くするためのものなんです。それを入れてデニムを洗ってしまうとメリハリのある色落ちがしなくなる。で、洗剤を使われるときはごく少なめにしていただいて、匂い付けぐらいで知っていただくっていうのが基本です。僕自身がミシンを組むことが多いので、どうしても普通に履いてるとそんなに当たりはつかないんですけど、仕事するとどうしてもミシンと押さえっていうものをあげるので、右足の膝の外側だけがどん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 色落ちしていって、ミシンで縫うこの辺がこう曲げて使われるからどん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 そこだけ色落ちしていって、まあ、それがやっぱ職業柄の色が出ていくというか経年変化していくような感じなのかなと。洗濯法も皆さんと同じで、僕水洗い一択にはなるんですけど、全部ひっくり返した状態で、表だとデニム同士が当たって変な当たりがついたりするので、全部ひっくり返した状態で、まあ、水洗い、洗濯機で構わないように水洗いしていただいて、で干す時も日焼けとかがするので、日焼けでもやっぱ色が変わってくるので、ひっくり返した状態も干してっていうような感じになります。他の3人と違うところは、僕はもともとデニムではなくてプレタの方の服作りをしてたので、あのデニムに対しての捉え方がちょっと違くて、色落ちとか当たりっていうのは僕は全く気にしてなくて、経年変化でもシルエットが変わっていくっていう点を重視してて、他の素材と違うところはやっぱりその柔らかくなって、その人の体に合わせてシルエットが変わっていくっていうところが、多分丸山さんの言ってる経年変化にと当たりに近いところだと思うんですけれども、色落ちとかに関しては全く気にしてないですね。洗う時とかも別に普通に洗剤つけて、はい、使って洗いますし、僕自身は全く持って普通にいろんなものと合わせて洗ってますし、今までやってるのが、まあ、次に毎日履いて1回洗ってるっていう、そのスパンを決めてから洗ってますね。はい、半年間ない半年間ずっと履いてて、洗わずにずっと履いたものを1回洗ったらどんなに落ちるのかっていうのを、やっぱりその期間を決めて癖をつけて洗うとよりいいヒレが出ると思ってるんですね。僕は表情が変わるところは、色落ちをしてないノンウォッシュの状態と色落ちてきた状態で合わせるコーディネートが変わってくる、うん、ノンウォッシュの方がより、まあ、ドレッシーとまではいかへんけど、やっぱりパキッと着ることできるし、水の色が落ちてきたら、あのヴィンテージとかとコーディネートをしてとかっていう楽しみ方があるので、その人そのものの形になっていくっていう変化もあるけど、ビジュアル的な変化でコーディネートを楽しむのも変わるかなと思います。だいぶ色落ちてきたから、ヴィンテージのライダースと合わせて履くっていう、そういう楽しみ方もできるかな。
まあ、デニムもそうなんですけど、僕どっちかっていうと分野的にはカバンを作ってる、カバンも同じようにデニムを使ってるんですけど、それもちゃんと、まあ、経年変化する生の状態のデニムを使ってるので、まあ、ジーンズみたいに水洗いをしないので劇的に変化はしないんですけど、やっぱ使っていくうちに擦れてきたりとか当たってくるところがこういう変化を楽しめるのかなと。ヒゲというものが出ないので、どうしても角とか、まあ、そことかになってくるんですけど、まあ、あの使っている方の感じでどんどん色が変わってくるので、もう色の落ち方とか、まあ、雨濡れたりとかってそういうのもあって、そういう感じですごいあの面白く思ってます。やっぱり他の素材にないところで言うと、長く着るほどかっこよくなっていくのがデニムだと思うんですね。デニムに限って言えば長く着る方がかっこよくなっていくし、その人の生き方が現れてくる服だと思うので、まあ今の SDGs っていうのが叫ばれる世の中では、やっぱりあの一番時代になってるし、求められる服じゃないかなと思って作っています。経年劣化ですかね、やっぱりどう利用するかっていう、その方それぞれ同じ商品でもやっぱり貼る方が違えば色落ちの方法とか色落ち具合も変わってくるでしょうし、ダメージ具合も変わってくるでしょうし、人それぞれデニムの良さっていうのはもうそれぞれの方で楽しんでもらえたら、それが一番の楽しみなのかなと。こうだからこうですよっていうのは多分ないです、はい。それを売っちゃうとも全然つまんない商品なんで、やっぱその方それぞれのもうオリジナリティを楽しんでもらえたら、それがベターなのかなと思ってますけどね、僕は。